通り、フォルスタハインの女の子は美しく可憐に咲き誇る森の中のお花畑とはまさにこのことよ。ゆうくん、よりどり、みどり、すっごくウィーヒー。ほら、ジークもご覧なさいって、もったいない。だから、その呼び方、どうにかならないのか。ジーク？ジークハイトだから、ジーク。ジークだから、ジーク。真似しないでね。隊長、私これより別行動を取らせていただきます。は？隊長、行ってきまーす。ちょ、どこに行く。でも逃げ足は早いのね。なあ、どうせこんなことだと思っていたよ。思ってはいたんだよ。いつもああなのか。察してくれ。うるさいのが減ったと思えばよかろう。そうね、ここでこうしていても仕方ないわ。私たちも移動しましょう。やあ、皆さん、ご機嫌うるわしゅ。ちいと面白い話を聞いてきたぜ。こんな時間までどこに行っていたんだ。ああ、いや、いいよ、言うな。どうせ女性を追いかけ回していたに決まってる。それより話とは？ほっほっほ、ご明察？さすがジー君。この先にある森のことなんだが、なんと迷いの森らしいぜ。そのくらいのことすでに聞いておるわ。迷う森でメイトであろう。お主、一体何をしに行ったんだ。霧が出ている間は危険ってことも、ひっくり返せば霧が出てなきゃ安全ってことも知ってる？霧が出ている間だけ。昔からのことで原因は不明なんだけどな。まあ慣れたやつなら霧が出てても大丈夫らしいんだが、俺ら素人だしな。だから霧が出てない時を狙って突っ切ればいいってさ。なんだよその顔は。まさか俺が本当に女の子だけを追っかけてったと思ってんのか。あのな、俺だって伊達や水郷でこいつの補佐してるわけじゃないんだよ。あと釘刺されまくってるしな。隊長を無事に返さなかったら許さない許さない許さないとか。ともかくちゃんとついでの情報収集もしてるの。ついで。ああ、それと昨日森を通ってきた女の子がいるらしい。女の子の一人旅でも安全ってことだろ。そうだ、ルーティエに占ってもらったら。ユージェンの言う通り、先に進んでも大丈夫かどうか。なるほど、ルーティエ、頼めるかな。あ、私ですか。わかりました、やってみますね。石を投げたり、ぶつけたり。何をしているの？占いですけど。本来なら外でやるのですが、さすがに室内なので。そうなんだ。私、あまり詳しくないから驚いちゃった。出ました、占いにも
良い暗示が出ています。このまま進んで大丈夫だと思います。そうか、じゃあ君の占いを信じて行ってみるか。俺じゃないの？あ、目そらした。では早々に休むとしようか。お主もこっちだ。いや、俺には花々とのお約束がね。ああ、俺のアンドレア、俺のエロイーズ、いやー、他の宿泊客に迷惑ですよ。私たちも早めに寝ましょうか。